ディのまっち。統括ネタって言うけど、そもそも統括ってどこなの？そういえば、ちゃんと知らないかも。統括は、野田市、流山市、柏市、我孫子市、松戸市、鎌ケ谷市の6市を合わせたところのことね。東葛飾の略称みたいね。へえ、そうなんだ。葛飾は古代からの地名で、今の千葉、東京、埼玉、茨城にまたがる広い区域だったみたいよ。つまり、ピーパくんの鼻先だね。なるほど、わかりやすい。千葉県民だけがな。